皆様こんにちはこんににちちははここれより2022年11月14日に発表いたしました、株式会社グラットキューブの決算説明を行わせていただきます。よろしくお願いいたします。では、事業概要に関しましては、以下のとおり、この表示されている状況となっております。主要3事業を展開し、デジタルマーケティングによる解析と開発の強みを生かして、引き続き成長しております。 今回は前回の IPO 時に話した内容とほぼ変わりはございませんが新たに9月の末にスパイア地方競馬というものをリリースいたしました12月決算であるため来年の2月14日に通期決算を発表する予定ではございますがその時には投資家の皆様に期待いただけるような内容を発表したいと思いますのでよろしくお願いします では第3四半期のハイライトに進みます。売上高3億4,400万円。前年同月比で114.4%アップしております。こちらは成長ドライバーであるサース事業が主に牽引して増収となっております。次に営業利益です。営業利益は9,000万円ということでこちらも112.9%アップしております。 営業利益は前年同月比より約13%もアップしております。最後に計上利益です。8200万円ということで98.7%。若干1.3%ほどですね、ダウンはしております。この営業外費用に計上した上場費用の影響による計上利益に関しましては少しダウンしておりますが、堅調に通常の税金等がなければ成長しております。次に第三四半期ハイライト。 事業別で進みますべて前年同期比で表しております。サース事業、こちらは売上高1億4400万円、131.95%上昇。マーケティングソリューション事業部、売上高1億6300万円、100.01%上昇。スパイア事業部、売上高3500万円、前年同期比ですね、130.46%上昇ということで、堅調に推移しております。 続いて右のポートフォリオなんですがスパイア事業が昨年の2021年12月期では通期で8.8%ですが第三四半期で10.7%と成長しております続いてサース事業こちらも同じく昨年21年12月期では35.5%から37.59%と第三四半期でこのようなポートフォリオ編成になっております そういった、あの、各事業部の、このサースとスパイヤ事業部の成長によって、マーケティングソリューションも成長はしておりますが 51.、51.6%ということで、前年度55.7%から、ポートフォリオとしては減っておりますが、サー r ス事業の成長等のおかげで、全体的に伸びております。第三四半期決算です。こちら単位すべて100万円単位となっております。第三四半期決算では、売上高全体で11億1900万円。 こちら、進捗率としましては 74.、74.54%と、非常に順調に来ております。続きまして、営業利益に関しましては、3億7300万円。全体としましては 32.、32.76%の利益率となっております。こちら、現在の進捗率としましては 76.、76.42%となっております。で、計利益に関しましては、3億6600万円。 こちら全体では3 2 7 6進捗率としましても76.42%と予想以上に来ているということで、顕、え、著、ー、に伸びております。では続いて、えー、業績別の内容となっています。こちら SARS、えー、売上高営業利益、営業利益率は以下のようになっております。えー、通期予想の進捗率、こちらが売上高の76.87%を達成しており、 営業利益としましては、七十二点四二パーセントとなっております。続いて、再テスト KPI の推移です。まずは、LTV ・スラッシュ CAC です。この数年、七倍ほど達成しておりましたが、第三クォーターでは六点二・三倍です。こちら、人員を増加したことによって、若干、CAC の方で費用が増しましたので、LTV ・スラッシュ CAC は六倍となっておりますが、それでも、業界水準としましては、非常に高い水準となっております。 続いてネットレビニューチャンレート、右側の線グラフです。2022年12月期のクォーター2、我々が発表させていただいた時期としましては、1.94%でしたが、このクォーター3になってからは1.4%と、さらに、このカスタマーサクセスを強化したことで、開約率が改善しました。再テストの収益構造です。左側、市販機ごとの平均単価推移。 右側が、えー、アカウントの推移となっております。平均単価としましては Q2 では8万5585円となっていまして、えー、Q3 では8万5161円となっております、えー、そして右側のアカウント推移ですが、えー、こちらも Q2 で発表した547から567と、えー、順調に成長しています今後このサイテストの収益構造に関しましては LTV を上げていくために こちらをどんどん10万円、12万円、15万円となっていけるような収益構造にしてまいります。サース事業部の今後の成長戦略です。こちら引き続きサイト改善、解析のプラットフォーム化を目指し、顧客の新規開拓を促進しております。7月にリリースしたファーストテスト、そして来年リリース予定のムーベスト、こちら動画の解析を行えるようなサースによってサイトの改善、サイトのスピードアップ。 で動画のテストなどできるようなことで、えー、マーケティングのシェアを奪っていきたいと考えています。続いてマーケティングソリューション事業部です。業績です。えー、通期、えー、予想進捗率に関して売上高が73.03%営業利益は67.01%となっております。えー、続いて広告費の取扱い高です。こちら見ていただければ分かるかと思いますが。 えーまあ、2年前に比べると約2倍近くまで上がってきております前年比と比べるとやや鈍化しているように思われますが、まあ、引き続きクォーター4そして来期に向けていろいろなことを発表していけるように今動いております今後の成長戦略こちら非常にいい数値が出てきておりますのでお伝えします四半期ごとの平均クロスセル売上比率3割以上出していくという話を私は以前しておりましたがクォーター3では 36.6%とクォーター2でお話しした34.3%から約2%ほどうまく上昇することができましたこちらは引き続き SARS 事業とマーケティングソリューションのシナジー効果をしっかりと最大限して持続的で継続的な売上高の成長を実現させてまいりますスパイア事業の業績です通期予想進捗率売上高74.04%営業利益は現在まだ 成長してま投資している段階でなので現在出ておりません一方であの我々スパイアとしましてはもちろん収益も必要ですがシェアを奪いに行くと考えて動いております右側のスパイア競馬の会員数としましては堅調、えー、にユーザー数の獲得に推移しております今後も引き続きシェア拡大のためにどんどんこの事業には投資をしていき皆様のご期待に応えられるような発表を 楽しみにしていただければと思いますのでよろしくお願いしますでは最後にスパイア事業の今後の成長戦略です現在スパイア競馬に付随した新サービスを提供しております地方競馬コンテンツさらに競馬以外の公営競技コンテンツというものも視野に入れて開発をしていこうと考えていますそしてスパイア競馬の UIUX 初心者でも分かりやすいそしてガイド機能等まだまだ皆さんに楽しんでいただける機能 そして、価格的にもリーズナブルに、そういったところも考えて、より多くの方に楽しんでいただけるようなものを発表していきたいと思いますので、こちらもご期待ください。また、AI 予想化の精度向上、有料会員向けのコンテンツの強化、カスタマーサクセスを強化し、開約率を軽減。最後に、プロ野球、J リーグ、B リーグなどの、そういった通常のスポーツのウィジェット販売、こちらを、球団やリーグ向けの 販路、えー、拡大に向けて現在動いております発表は以上となります面積事項は以下の通りとなっておりますので、えー、しっかり読んでご覧くださいありがとうございました